四代目水影矢倉はかつて恐怖でこの里を支配していた。俺はその矢倉の孫だ。俺には大量殺人者の血が流れている。そんな人間が忍び刀七人衆の座を引き継ぐわけにはいかない。俺は長十郎様の手伝いに徹していればいいんだ、そう思っていた。彼と出会うまでは渦巻きボルト。相当ヒラメカレイの候補者の試しですが、お受けしたいと思います。相当ヒラメカレイの候補者の試しですが、お受けしたいと思います。そうですか、それはよかった。君が生まれる前、第四次忍海大戦と呼ばれる戦いがありました。その戦いにおいて忍び連合軍は総数の5分の1以上を失いました。それを終わらせた先代と長十郎様を俺は心から尊敬しています。亡くなった多くの忍びによって成し遂げられたことです。そして彼らは皆未来を信じてました。全ての里が手を取り合える未来を。だから僕はヒラメカレイを未来を担う若者に預けたいと思っています。散っていった人たちと共に。謹んでお預かりします。相当ヒラメカレイ。すげえ刀だな。なんだよこんな時間に呼び出して。すまない、真っ先にこれを君に見せたかったんだ。ん？この刀を継承するということは里の未来を担うということなんだ。ボルト、君のおかげで決心がついたよ。俺は何もしてねえってばさ。いや、君の言う通りだったんだ。血のつながりは関係ない。生き方を決めるのは自分自身だって。おお、いいじゃねえか。神楽がリーダーになるんだったら、いい里になるだろう。そうできればと思うけど。俺が保証してやるってばさ。大丈夫だって。君に言われると、そんな気がしてくるから不思議だよ。俺はな、人を見る目はあるんだ。
久しぶりだな、カグラ。あなたは。何しやがれ。シズマさん。よう、カグラ。そして渦巻きボルト。あんた港で会った。星垣シズマってんだ。昨日はうちの使いっ走りが迷惑をかけたようだ。すまない。電気をさらったのもあんたの仲間なのか。ま、帰り討ちにさせてもらったけど。若い奴らが苛立っているのは今の無神経な融和政策ってやつのせいなんだ。で、何の用だ。今の歓迎笑えねえけど。シズマさん。ん？あなたは任務中の問題行動でまだ謹慎処分の身のはず。それを。謹慎ってのは自分から破るもんなんだぜ。ああ、それはちょっと同意できる。それにもう今の水影の命令に従う義理もなくなるからな。どういうことですか。決まってるだろ。尊厳を取り戻す戦いの時が来たんだよ。シズマさん。なあお前、何寝ぼけたこと言ってんだ。おめめバッチリ。正気も正気よ、カグラ。お前が忍び刀を手にした今、その時が来たのさ。おかげの息子を切って宣戦布告だ。何言ってんだてめえ。誰が戦争なんか。そうです、シズマさん。せっかく世界は平和への道を歩み始めたんだ。俺はこの忍び刀をそのために使います。平和だと。テルミーメイや長十郎にそう吹き込まれているだけなんだよ。お前は。長十郎様は立派な方です。混迷を極めるこの里に平和をもたらそうと努めていらっしゃいます。全部方便なんだよ。長十郎は今のやり方に当てはまらない人間は全員排除するつもりだ。まさか。戦争の傷が癒えずに苦しんでいる連中は5万といるんだ。知らねえとは言わせねえぞ。俺は知ってる、カグラ。お前こそが誰よりも苦しんだからな。やめろ、カグラ。そこまでだ。カグラ、お前なんてことを。シスマ先輩、俺、ヤグラの血だ。あいつ、大量殺人者の孫なんだろ。長十郎様は、なんであんな奴を入学させんだ。真剣を持つと我を失うなんて。いくら成績優秀でも、こんな忍び、認めるわけにはいかんな。俺はそれでいい。殺すまでやるのが血入りの忍びだ。お前はそれでいい。空たち神だ。シズマさん。これからの時代に必要なのはお前のようなやり方だ。神だ。お前は俺が守ってやる。シズマさん、ずっと俺をかばってくれたことは感謝します。でも今のあなたに従うことはできません。これ以上問題行動を続けるようなら俺はあなたを罰しなければならなくなる。罰罰を受けなければならないのは長十郎の方だ。
長十郎は資格を使って反対派を切っている。おい、カクラ、どうした？おかしいと思わないか？陣入りの里の変革が穏便に進むわけなんかないだろう。涼しい顔してな、裏ではちゃんと強行してんだよ。何よりも証拠に霧隠れ慰霊碑に俺の一族の名前はねえ。剣体制は都合の悪いものはなかったことにしようとしてんだよ。お前の家族もだろ。俺たちはそんな連中の無念を晴らすために革命を起こすんだよ。さあ来い、神楽。分かってんだろ。お前がつけた傷だ。あの日から俺はお前にそっこんよ。どんなに体よく取り繕ってもお前はこっちの側なんだよ。カグラ、どうした？おい、おっさん！悪いな、こう見えてもまだ18だ。え、俺のダチを訳のわからん理由でそそのかしてんじゃねえぞ！訳がわからんか？それはお前がぬくぬく温室で育ったボンボンだからだよ。うるせえ！どうした？頭に来たんじゃないのか？影分身の術！試してみるか！ほう？どうだ？これなら刀じゃ弾けねえだろ。ふん、面白え。そうでなきゃ殺しがいがねえ。シズマ！シズマさんだろ！くわえ！ブンタン。こんな子供騙しのライトンじゃ本物には通じないわよ、坊や。一郎だ。承知。圧策。あ？ヘビーチュン。かしこまりました。なんだこいつら。強砲。仲間呼びすぎだろ。死にゆくほかげの息子へ俺なりの敬意なんだな。ざけんじゃねえぞ。使えるのはライトンだけじゃねえ。風弾熱風ショー、これが俺の必殺ボルトストリーム。水遁、水蓮の術。何がボルトストリームだ。脅かしやがって。遊び半分とは嘆かわしい。かわいそうに自分がこれから殺されるという自覚がないのですね。これが本物の命のやり取りだ。高い授業料だったな。ボルト！そしてこれが陣入りの里新忍び刀七人衆だ。6人しかいねえじゃねえかよ。ああ、まだ分かってないのか。カングラ、そいつを切れ。俺が七人目。今の王海は緊張状態にある。そこに霧隠れで火影の息子が死んだとなれば、平和条約どころか戦争の火種には十分。我々は混乱の中で天誅を果たす。そういうわけだ。戦争だと？なんだよ、また親父のやつ帰ってこないのかよ。そうみたいね。でもお父さんはあなたたちが平和に暮らせるように頑張っているのよ。
二度と戦争が起きないようにしたいって。てめえふざけんなよ。戦争なんて起こさせてたまるかよ。まだそんな元気があるのか。どうした、カグラ。カグラ、お前は里の未来のために刀を使うって決心しただろうが、そんな奴にそそのかされてんじゃ。そうだ、それでいい、カグラ。お前は俺が守ってやる。昔のようにな。シズマさん、あなたならもっと正しい未来が切り開けるというのですね。この命をかけよう。生き恥をさらすつもりもない。ボルト、行ってくれ。カグラ、俺の手は、俺の刀は血に濡れている。君を切りたくない。おい、何を甘いこと。いや、いい。可愛い後輩が俺に刀を向けてまで頼んでんだ。それに本気になったカグラを相手にしたら殺されるのは俺らの方だ。命拾いしたな、おかげの息子。帰って伝えるんだ、革命が始まったってな。行くぞ。行くな、カグラ。俺はやはりどこまでも四代目ヤグラの孫なんだ。知らせてくれたの。よなあ、お前、あのシズマってやつの手下だったんだな。違う、今はもう違うんだよ。ああ、どういうことだ。こいつもひどい怪我して逃げてきたの。どうもそのシズマって男に利用されるだけされて切り捨てられたらしくてね。治療してくれたサラダさんたちは恩人っす。マジ感謝してるっすよ。ボルト、あんた何やってんの。すまねえ、知らなかったんだよ。シズマさんが本気で戦争なんか追っ始めるつもりだなんて。それ知らなかったで済むこと。ただ俺はかっこいいことがやれるってあの人に誘われて憧れて。修学旅行でトラブルは起こすなってあれほど言ったのに。どうするつもり。どうするもこうするも今はカグラを助けに行くのが先だ。は、何それ。ふん、星垣シズマ、確かに腕は立つが素行の悪さで有名だったな。そんな奴がクーデターとはね。逃げちゃったか。じゃあそのシズマってやつにカグラさんが人質にされたってこと。いや、連中はカグラを仲間にしようとしていた。え、おい、ハチヤ、教えろ。カグラとシズマに何があったんだ。カグラは絶対にシズマさんに逆らえないんだよ。なんでだよ。カグラのやつ、シズマさんを切ったことがあって。あいつの刀傷はそういうことか。カグラは確かに最強の剣士なんだよ。でも感情を自制できなかったトラウマがあって。
カグラが刀を嫌がるのはそういう理由があったってことか。もし大怪我をさせたことを負い目に思っているのなら、シズマってやつはそれを利用することができる。シズマさんならやりかねねえ。人の気持ちを利用してんのか、あの野郎。すぐに先生に報告しないと。ちょっとあんたまさか。マリーナ・サラダ、修学旅行を無事終わらせるのは旅行員の務めだからよ。止めても聞かないか。だったら私もついていくから。何？だって旅行中あんたを見張るのは私の役目でしょ。だったら嫌でも最後まで付き合わなきゃ。ほんと嫌だけど。俺、カグラに取り返しのつかねえことしちまった。決まりだ。俺たちでカグラを助けるってばさ。でも、あんたのことごまかしたって、奴らが次の行動を起こしたら。おい、戦争になっちまうのかよ。怯えんな。俺に考えがある。いいか。これは戦争なんかじゃねえ。俺たちの喧嘩だ。さあ、戦争を始めようじゃねえか。僕は走り続ける、走り続けるよ。始まった大きな夢、ひたすらに汗を流せ。悩んでも迷っても止まっても、明日は待ってくれない。一人一人今を生きる。余計なことは何も考えずに、誰かの真似じゃ面白くない。前だけ見て進むんだ。うまくいかないその度になぜかすぐに落ち込んでた。だけどいつもライバルは自分自身だって。この刀があれば革命を始められる。刀が重い。俺にはこれを使う資格はないのかもしれない。もう引き返せないんだよ。矢倉様の血を受け継いだお前が新たな水影となる。過去は変えられない。次回、ボルト・ナルト・ネクスト・ジェネレーションズ新忍び刀七人衆。俺が作ってやるよ、矢倉の血を誇れる里を。